ニゲル・アンヘル・ルッソはアルゼンチン・ラヌース出身の元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはミッドフィールダー。現役選手時代1975年にエストゥディアンテスでラプラタからデビューし、1988年の現役引退まで選手生活のすべてをエストゥディアンテスに捧げた。守備的ミッドフィールダーとしてチームを安定させ、 1982年から1983年にはリーグ連覇を果たした。カルロス・ビラルド監督によって 1986FIFA ワールドカップ南米予選に招集されたが、度重なる負傷によってメキシコでの本大会行きが妨げられ、アルゼンチンの優勝をメンバーとして祝うことはできなかった。1989年に プリメーラビーナシオナルの CA ラヌース監督に就任して指導者としての道を歩み始め、ラヌースと1992年から指揮したフルス・エストゥディアンテスでは共にプリメーラディビシオン昇格を果たした。1990年代後半には、チリの CF ・ウニベルシダデチレ、スペインのド・サラマンガ、メキシコのモナルカス・モレリアなど、アルゼンチン国外のクラブでも、再配を振るった。CA。 ベレス・サルスフィールドを率いていた2005年6月、指導者として初めてリーグ優勝を果たした。2006年12月15日、リカルド・ラ・ボルペ監督の後任として、ボカジュニアーズ監督に就任した。ルッソの指揮で2007クラウス・裏ラでは2位となり、同年のコパリベルタ・ドーレスでは優勝を果たした。2009年のコパリベルタ・ドーレスで、サンルイス FC に敗れて敗退が決定すると、 2009年4月9日に、辞任の決断を発表した。4月15日、5試合を指揮しただけでクラブを離れた、レーナルド・メルロの公認として、CA ロサリオセントラル監督に就任したが、わずか2ヶ月後の7月14日、ロサリオセントラル監督を辞任した。2011年6月21日、ラシンクラブの監督を辞任して、わずか1週間後、エストリアンテスト契約を結んだ。 1995年に退任して、以来2度目の監督就任であった。CD5 ドイクルスに敗れた後の11月6日、14試合で、勝ち点10しか上げられずに再開脱出に、失敗していたルッソは、就任からわずか5ヶ月で辞任した。2016年12月、カテゴリアプリメーラへのミジョナリオス FC に、指揮官として招聘された。 エストゥディアンテス・ラヌース・エストゥディアンテス・ベレス・ボカ・ジュニアーズ・ロサリオ・セントラル・ミジョナリオス。ありがとうございます。